チャーアプリホスです。ということで本日もやってみましょう。バイオハザードアウト。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。相変わらずまだ、あれなんだね。夏気度が低いんだね。残念。ということで進んでいきましょうか。なんか、不気味な広間なんだけど。あ、めっちゃ宝物あるね。あ、そっか、これ自分が割ったんだったっけ。よし、じゃあ行きやすか。てってる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 。あ、もうすぐに、welcome to my castle。ついに来た。あ、プルンプルンしてる。such a pleasure to finally meet you. なんかめっちゃ老けてない。クソじじいになってんじゃん。ミステル・ケネディ。Who the hell? 歯並びだけ綺麗。Me? クソじじいじゃん。call me Ramon。あ、call me Ramonでいいんだ。あれ、サラザールじゃなかったっけ。サラザールは消えた。僕の好きなサラザールは大会に出てくるサラザールですけどね。今すぐに。ああ、後ろにいるね、ベルデューゴ。ラモン。あ、ちゃんとラモンって呼んであげる。あ、めっちゃニコニコしてるで、後ろで。ミスターケネディ、ミスターケネディ。How novel。ああ、ネイルしてるんだ。薬指と中指が変に割れてたけどな。源としてただのダダッコみたいなデッキな包丁で満ち満ちる。ちなみにさ、二十歳っていう設定まだ残ってんのこれ。鉄よりも硬い軍師理解いただけません。残念です。そういうことです。え、丁重にもてなし差し上げなさい。ああ、また扉がどん。髪型がなんかもう寝起きヘアなんだよね。でかくないベルデューか。あんなでかかったっけかって、ちょっと待って、あれ、え、いきなり、Just stay close. おお、いきなりですか。おーおーおーおお、本当に丁重におもてなしですね。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、後ろからも来てんのかよ。あれ、やべ。こういう時に限って全然当たらない。あ、ちょっと待って、はい、早い。あ、待って、ほらほら、あ、ちょっと待って、近、お亡くなり。ほらよし、ラッキー。なんかこういう時に限ってめっちゃ外す。あ、痛い。アシュリー、お前アシュリー何するだ。投げんな。ほら、よし、キックメレイアタック。オッケー、え、生きてる。あ、生きてないか。オッケー。こういう時あれなんだね、武器商人が。おい、あ、時間経ったら勝手に立ってくれるんだね。じゃあその間守り続けるって。ああ、ごめんなさいね、ほんとごめんなさいね。怖い見話だよね。そりゃ懐いてくれないざんすよね。あ、でね、今ちょっと考えてるのが、ライフルの弾を使い切ってしまって、やっぱステイングレイに変えようかなって思って、強いライフルにね、はね、手に入れないといけないざんすからね。さあ、開けれない、残念。よいしょ。ということなので、あとよ、なんか登らざるを得ないのかな。あー、なるほどね。何かないかな、何か。あ、だからこれを今やってダメだから。ほい、ロック。本当にあれだね、弾が結構ギ、あ、無理。弾がギリギリのチョップなんだよな。よいしょ。で、肝心のグリーンハーブは相変わらずない。チキ。オッケー。なんか、あいつ、カチャカチャ動きそう。動かない。この2つはあれだね。で、鍵のかかった単数、トレジャー。で、こっちもトレジャー。で、今のところここにアイテムはないから、動かないよね、この甲冑ね。大丈夫だよね。じゃあ、行ってきてもらいましょうか。Come on! Hey. さ、行ってらっしゃいと、その間に私は、Be careful. 楽しむ。ああ、いい。これしか言ってないよね、アシュリー見てから。チキ。オープンセサミ。It's open! Thank you so much! パキン。金はいっぱい余ってきたのかな。まあでも、スティングレイを買うか。お、いいね、サブマシ。
サブマシは、あ、こっち行ける。あ、いいねいいね。これは得意なのか。ただ宝物があるだけ。あ、金装飾の香水瓶だ。違う違う、そうじゃなくて、これあれじゃん。ねえ、バイオビレッジに出てきたドミトレスク城のキーアイテムの一つ。だと信じたい。違ったらごめんなさい。どうしよっか。あ、この隙間さ、アシュリーさ、おっぱい大きすぎて無理なんじゃない？疲れちゃうとか。あれ、なんで武器今買ったかって。なんだ中身はどっかで合唱。あ、これ、あ、いけんの。あ、オープンセサミ。お金特にない。よし、行くか。めっちゃ避けられるよね。いやー、あー言うてる。何？ちょっと待って。いや、えぐいな。ただの拷問部屋のようだ。お目目がパレッパレになってる。ひどいな、あの上司の仕業か。なんかもうそういうの好きそうだもんね。なんかもう、お、なんだ、背中かける式。また真夜中に目が覚めた。地下から漏れる音のせいだ。爪で硬い壁を引っかく音。10層なのかな、にまみれたうなり声。あの男はこの世の全てを憎んでいる。もともとあいつは上司に仕える拷問官だったそうだ。あいつの父親も祖父も兄弟やいとこたちも、サラザール家の負の遺産の一つだ。中でもやつはそう特別だった。あいつは心から自分の仕事を楽しんでいた。そして天性の才能を持っていた。他人に痛みを、苦痛を与える才能を、その才能は上司の興味を引いた。上司は奴を地下へ連れて行き、ああ、ダメだ、これ以上は書けない、書いちゃいけない、奴が地下で何をされていたかなと思い出すな。さもなくば、俺の精神が壊れる。俺は奴の世話を命じられた。餌をやり、汚物を処理し、毎晩あの声を聞く。ぬぅ、もう限界だ。奴の声が耳から離れない。耐えられない。汗にもこの城を出ていく。遠くへ行こう。あの声が届かない場所へ。それがさっきからぬぅわー言うてるあれかな。あ、無理。誰一人逃がさない。なんかスペイン語かなんかでそんな書かれてるのかな。ほんとレッドハーブめっちゃ手に入るよね。お、あ、やった、ごちそうさまです。なんかすごいガチャ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 言ってる。あ、ショットガンだ、まだ。うぅ、なになになに、これドミトレスク城のあれをなんかパクってる感じするよね。このうめき声はあれだよ、二日酔いだよ。お酒飲み飲み、みのみのみってやつでね。これが違う。ドミトリスク城パクってんじゃねえか、これ。あの死体が、あ、これあれなか、なんかあの、聖なる光をうんたらかんたらっちゅうあれじゃないですか。あ、これを取って戻う。なんだ、光は失われた。あ、もう出てくるよね、これ確実に。よし、じゃあ、アシュリー、こっち戻って、なんだ、うぅー、止まって、なんだ、うわっ。なに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 、あ、これ、振り返ったら奴がいるパターンじゃないか。だよね、びっくりした。もう、ああ、お口が大きいね。唇どこやったの？三蔵みたいになってるぞ。ガクト三蔵！あれ？あ。なんだ、ただのメタボか。え？ちょっと待って、これ。大丈夫？おお、出て、おか、お壊しになってらっしゃるのね。ちょっと待って、これ、普通の、よし、こいつに使い切ろう。おお、ちょっと待って、いって、はい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 、もう走ってきて、びっくりした。あ、やばい、ラストだ。え？あ、このチャリチャリでバレる。あ、いって。振り返って、みんなよくもやりやがったな、おら。ガチャガチャ、ビンゴビンゴビンゴ。なんか拾った、半玉。あ、すごいムニュって出てきてる。おお、いいねいいね。なんかすごいスコープかなんかも汚らしいよね。でーん、あ、違う違う、下手くそ、痛い、ほら、ビンゴ。あれ、ちょっと、ビンゴしてない。なぜ、なぜだ。こんなやつに、やられるなんて、やばい。
ゴー。オッケー、弾は使い切った。あとはここから地道に行こう。ふん、ちょっと待って、こんなメタ、おー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 おお、あ、ちょっと待って、うっそーん、ガラドールでやられるって、なんか、てか、あの壁、嫌だな。まあいいや、ちょうどよかった。これなんとか、回復をしないでもう一回やり直すっていう方法を、あ、そっか、チラ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 音立てちゃってたからかな。しまったな。まあなんか、こういうので死ぬってリアルでいいじゃん。よし、行こうか。あ、拾うところからなんですね。はい、了解です。じゃあ、さっさと、あいつがバーンってなるのであれば、よいしょ、イベントスキップで立ち上がって、さっさと行きましょう。こっち行って銃構えといて、ほい、甘いぜ甘いぜ。あー、なんかみなぎってる。さあこっちおいで。オッケー、一撃目、ガチャガチャ。すごい、大丈夫かな、自分がカチャ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 なってないかな。おっと、なんでよ、ぶれ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 、すごいみなぎってらっしゃる。なぜバレた、今なぜこっちがバレた。静かに静かに、みんな静かに、寝起きドッキリかましてやろうぜ。すごい、こっち近づいてきてる、近づいてきてるから、後ろ回り込んでやって、おはよう、できません。おはようございます、できません。ちょっと待って、引っかかってんだからさ、とりあえずそいつを破壊するとかやったらいいじゃん。おはようございます、おはようございます。いいねいいねいいね、なんか落ちてる、半玉だろうね、こいつハンドガンでやれってことなのね。ぬん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 、おはようございます、おりゃ、おはようございます。いいね、むにゅ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 してる ね、寝起き朝立ちをしてるね、朝立ち、背中朝立ち、ラスト、オッケー、よし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 、あ、終わり、あ、なんだ、ちゃんとまともに当てれば終わったんだ。なんだよ、二日、ちょっと待って、めっちゃ小村返りしてピク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 してる。え、これはバグ、それとも生き返、ちょっと待って、なんかアイテムを拾ってみて、しばらく何も起こらなければ、うん、あれなんだけど、なんかずっとピク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 してそうだね。よいしょ。金ばっかりだな。こういう時くらいはなんか、あ、ちょっと待って、ハンドガンの弾がある。あ、やっぱまだピクピクしてんな。多分そういう仕様かバグかなんだろうな。よし。いやー、まあなんとか一回死んじゃったけど、まああれで、回復アイテム帰ってきたから、許して。よし、ペキン、ライフルたけるぞ。あ、なんだ、破片種類。なるほどね。こいつも使って爆死させて、爆発資産させておきよっていう話だったのかな。あれ宝物が、あ、でも、ここの階じゃないのかな、薄いってことは。よし、じゃあ戻ろう。戻るときにしれっと敵が出てきたり、おお、ちょ、なんだ、あ、そういうことか。はいはい、これ開けんのね、えぐ。そうそう。Oh, it's you. It's you. It's me, Chris. Nothing. Nothing. そう、酔っ払いという名の動物が一匹いただけだよ。安心して。よし、開けよう。あれ？あれ？ちょっとアシュリーまずくないか？大丈夫？ You okay? あれ？ I'm fine. Well, for now. 薬飲まないとね。なんか胸元がすごい赤く見えたから、もうすでに血吐いてんのかと思った。そうでもなかった。あれ、ちょっとこれ今アシュリーついてこいとか言ってない。 With me. OK. With me. なんかどっかでチコ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 言ってる。ん？なんかすごいどっかでチコ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 言ってるよね。気のせい？違うのかな。こういうところなんか敵いないですか？大丈夫ですか？あ、でも宝物があるね。どっかで、あ、あった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 。
違う。まあまあそれも正解なんだけど。よし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 。で、これで、よし、回復アイテムが2個ある。あ、おい。スピネア。こいつは何？あ、エロい。これが見たいんですよ。え、これ、もしかしてなんか今回の壊すやつ？そうだったんだ。びっくりしすぎて咳出た。今回の壊す系女子だったのか、これが。なるほどね。なるほどね。銀の塔。これで、アイテムは全部取り切った。そっか、ってことはもうここまで進んじゃってるってことは、もう、やっちまったってことだよね。ここコレクションルーム。What？ ああ。ごめんなさい。鉄製の剣。え？無骨な鉄製の剣。え？朽ちた剣。金の鉄剣。あ、一個ないぞ。ああ、なるほどね。これを開けろってことか。では爆笑い。で。ティンゴン。ん？ああ、そういうことか。ティンゴン。ヘビ。ヘビーなヘビー。で、あとはタカ。あれは違うな。なんかタツノオトシゴみたいなやつ。どっかない。どっかない。あれ？どこだ？あ、あったあったあった。打つか。これ打つと、オープンセスカーね。これまた、胸キュンドッキュンしてるじゃん。死ぬられた剣。あとこれ刺せってことね。何使うの？わかんないっす。拷問。実戦では使えない。あ、そういうあれなのね。で、これを、あ、これもコーンってできるのね。これやったところであんま意味なくない？ここは特に何も、あ、なんか、あれ、開けれるんじゃないか。あ、いいね、ガンパウダー。これどうしたらいいの？なんかヒントないの？どっかに。飾ってある騎士の絵、よく見るとお話になってない？そうね。お話、え、ちょっと待って。鉄製の剣。血塗られた剣。金。待って、戦士いる。で、なんか剣上げてる。あ、ぶっ刺してんのはあれだね。多分、血塗られた剣だね。で、これはもう使い終わってたから、鉄製。これがどっちかなんだよな。多分、与えられてるってことは、王様関係者が金でしょ。で、こっちで鉄製。ちゅうこと、おお大丈夫、そんなとこにいて。どうも、名探偵レオンです。え、敵は？あ、いないね。よし。オープン。ここら辺開けれるのに何もないと。おー、ちょっと待って！危ない。よし、オッケー。サリヘビー。食べたら重いぜ、ヘビーだけに。どうだ？4月にも入ったのにみんな寒いだろう。こいつ開けて。お金いっぱいあるな。お金もいいんだけど、宝があるから別に今そんな急を要するあれじゃない。あそか、ドロップで金にしてるからか、これ。金の腕輪。オープン。あ、これ戻ってきたのかな。あ、ちょっと待って。これ合ってる。これじゃないのかな。形的には合ってるけど、向きが逆なんだよ。気になるな。これなんか引っ張ったら嫌な予感がするけど、大丈夫。合ってたわ。普通に合ってたわ。で、ここら辺持っててなんかぶん回しちゃったらなんかなんとなく敵倒せんじゃないかって思うけど。よいしょ。で、あー、なるほどね。上にいつでも戻ってこれますよーって落ちちゃう。で、あ、びっくりした。アシュリー倒れてんのかと思った。あー、懐かしいの。これ反対側に行くダンス。ほい、あー、勝手にやってくれるんだね。ですよね。うん。ですよね。じゃあ、これ、あ
れだ、降ります。やった、宝物ゲッツ。あ、ここで砂時計出てくるんだ。ガチャッと。で、さっき下ろしたはしごを使って、あ、先に降りてきてる子がいた。Leon, are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously? いや、すいません。あ、まあいいか。先にちょっと次に進むあれを見つけてからいいかな。よし。いや、すいません、すいません。まあちょっと行儀悪いんですよ。あの、育ちが悪いだけに。警察就任のよ、あの、当日にね、あの、前日か当日か忘れたけど、彼女に振られてね、焼け酒して、はい。会社に遅刻するような、まあ、警察、初仕事遅れていくようなね、感じなんでね。どこ行くのって。まあ、どっかだよ。あ、ちょちょ、合流してく。じゃあ。ミスター・ラモン・セラザー。ミスター・ラモン・セラザー。メイ、メイ、メイ。なぜあなたはそんなに老けてしまったんですか。おじいちゃんのようになっちゃってますよね。もともとおじいちゃんみたいな感じか。これはだいぶ溜まったな。よし。じゃあ、一旦。おさ、あんまり、なんかがっつり進んだ感じではないですけど。アシュリー、アシュリー、あ、来た来た来た。みんなで見ようぜ。見ようぜ見ようぜ。あ、いい。いいね。いいね。よし。じゃあ、ごめんなさい。あの、くだらない話をしてないで、一旦、アイテムセーフ。Welcome。これいらなくなったと。で、それ、あれ、これまだ売り切ってなかったっけ？そっか。じゃあ、回復は貴重だけど、仕方ないよね。あ、ショートね、あれ？キッチンナイフ、ショートナイフってなんだろう。ちょっとレベルの上がったナイフ。ここら辺のなんか売りね、ライフル以外は、あれだね、新しくなってるね。じゃあ、ここら辺売っちゃいましょうか。This is what I'm talking about. Fine.これで、あれ増えた？いや、まだだな。まだっぽいです。お金だぞ。金じゃって。あ、じゃあそうそう。で、そうそう、これこれこれ。これを欲しいんだけど、アタッシュケースいっぱいなんですよね。で、これでなんとかなる。あ、なったね。うわぁ、また結構ギリギリになるね。そういうことか。アイテムを購入しますか。はい、もちろんです。なるほど。私はどうやらシンデレラ。じゃな、フェアリーゴッドマザーやな。で、これも欲しいんだけど、これはさすがにね、買えないから。素材エル、じゃあ、チューンナップで、威力だけは上げておこう。です。チキン、4、あとちょっと微妙に足りねえな。ああ。めっちゃ喋るやん。じゃあこれがいいのかな。あとここら辺別に売っちゃって構わんよね、たぶん。チキン、めっちゃ一気に金持ちになった。See how that feels, mate. Better like yourself should notice the difference right away. ついでに上げとくか。This kind of work is about fitness. 威力大事だからね、ほんとね。Little bit goes a long way. You see. ああ、そういうことね。あ、これで10か。遠いな、まだまだ。はい。もちろんだよ。ありがとよ。へへ。で、ここら辺も今はまだ、あ、そっか。サブマシは必要だもんな。ショッタマもありなんだよな。だって12個ってのは結構重たいよね。ま、そこら辺はま、あの、あれだよ。進めながらいろいろと調整していきましょうか。いい声になってきましたね。さあ、白も進んでって何が起こるかわかんないドキドキなところですが、次回パートお楽しみいただけたらと思います。思いも背負いすぎなんですよ。疲れてんじゃん。はい。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、明日も楽しみください。では、次回お会いしましょう。バイバイ。